第31回百万の敵。聞いたか、北の奇襲から炎章の軍が15万、西の東部洋からは曹操が3万を率いて路上を助けに来る。この戦どうなることや。この戦どうなることや。どうなることや。どうなることや。曹操の出撃に先立ち、五個の者が頭に頭巾をつけて密かに黄巾族の陣営内に触れ回った。路上を包囲している黄巾軍は20万だが、正規軍の18万にはこうすべくもない。多分腹をすかして城を囲んでいる黄巾の連中はそう思っている。曹操は4000の騎馬を先頭に立て、躊躇することなく路上を取り囲む黄巾軍に攻めかかった。流した噂の効果で20万の包囲軍は曹操軍3万の攻撃に一斉に引き始めた。路上から大将の方針が駆け出してきた。曹操殿、援軍に来てくださったか。巨著と申す使いの者にそう約束したが、伝わっていなかったか。聞いてはいたが信じられなかった。軍勢をこの目で見て初めて曹操殿が約束を守ってくださったと知りました。疑って申し訳ない。食料が尽きてすでに12日、遠兵もなく黄巾の大軍の中で虚しく果てるよりないと思っていた我ら、どうかお許しいただきたい。よくぞ耐えられた。一兵も出してくれなかった炎章殿もやっと15万の大軍で向かわれているとか。方針殿、あれは私の流した流言だ。口ばかりの炎章殿にも噂ぐらいで役に立ってもらわないとな。そうでしたか。炎章はまだ動かんのか。黄巾軍が20万で包囲しているのに、我らの3万ではここまでたどり着くのも難しい。で、ちょっと流言を流したというわけだ。なるほど。今城に兵糧を運び込ませている。方針殿は早く兵にそれを取らせればよい。かたじけない。本営は邪球に置く。兵が一息入れたらすぐに後を追います。待っている。曹操は3万の軍を動かした。途中に黄巾軍は多いがまとまってはいない。泰山までそれほどぶつかり合いもなく到着した。花公園に1万を与えて泰山に残し、2万を率いて南へ進んだ。邪球に広大な砦を築いた。自分の営舎もそこに作った。方針の7000も到着した。まずやらねばならんのは兵糧を邪球の砦に運び込むことだ。それも兵糧の運搬と悟られてはならん。飢えた黄巾軍が必死に襲ってくるからな。少量ずつ何度も繰り返し運び込む。黄巾軍には友軍の動きとしか見せなかった。10日で全てが終わった。黄巾軍が接近中と石膏から報告が入った。西から来た敵は30万、東からは25万だった。石膏は東にも西にも200人以上潜り込ませてある。やつらの陣構えなどどうでもいい。知りたいのはこれだけの大軍を指揮する者がどこにいるのか、それだけだ。そこを叩きさえすれば勝利は目の前で微笑むだろう。だがそれは黄巾を指揮している奴も十分に心得ているはずだ。
たやすくは分からせてはくれまい。黄巾軍の30万が蛇球、25万が泰山を包囲した。機動隊攻撃用意、突っ込め。包囲が崩れている。だが騎馬隊の通り過ぎた後、すぐ別の黄巾軍で埋まる。騎馬隊は大軍に飲み込まれた感じになる。また攻めるぞ。深くは攻め込むな。橋を突き崩したら速やかに戻れ。それを繰り返し、しつこく続けるのだ。2日目、敵に動きが出てきた。包囲網の外側に装備の良い兵が出てきて陣を組み始めたのだ。曹操は攻撃の方法は変えなかった。3日目、曹操は攻撃を包囲網の一番堅固な部分に集中した。2万7千の全てをぶつけた。味方を1000は失ったが、敵の少ない精鋭の5000は殺したのだ。4日目、黄巾軍は100万の中からかき集めた精鋭6万を曹操軍に向けて陣を敷いた。やったぞ。攻撃の構えを取っているが、包囲を解くつもりなのだ。退却する20万を守るために堅陣を敷いているのだ。黄巾軍は泰山と蛇球の包囲を解いて集結を始めた。攻めては引く、叩いては逃げるという戦を曹操は続けた。100万の黄巾軍は渦を巻き波打ったが、中心の10万ほどの軍はしっかり陣形を組んで決して動かない。あそこだな、加工と中核は。まず間違いないでしょう。曹操殿、あそこを攻めさせてくれ。王信殿、気持ちはわかるがまだ無理だ。もう少し敵を崩さねば、押し包まれます。わかるが、しかし。10日が過ぎた。押し寄せてきた時に比べると黄巾軍はかなり分散していた。あと2日、攻めては引く戦いを繰り返せ。2日目の夜、夜襲と見せかけて兵を動かし、この地点に集結せよ。全武将に伝えるのだ。はあ。集結していた。兵は馬を噛み、馬にはわらじを履かせて、三万の軍は静かである。これまでよく耐えて戦った。ついに死力を尽くす時が来た。敵の中核が今裸同然で我々のすぐ前にいる。兵力は10万。ここで我らは勝つ。勝つために毎日毎夜徒労にも似た逃げの戦をやってきた。今日は一歩も引かん。策も巡らさん。一兵でも多く敵を倒せ。一歩でも先に進め。これが曹操軍だという戦を見せてやれ。では先鋒は私に。王信殿、どうか私に。曹操殿、元はといえば我らの戦を曹操殿が助けてくださっているのです。それを曹操殿の後から攻めるなど私にはできません。しかしな、方針殿。方針見事に先鋒を果たしたら曹操殿の機関に加えていただきたいと思います。この戦では先鋒は決して下がれんのだ。覚悟の上です。100万の大軍を相手に粘りに粘った曹操殿の戦、方針
命に代えても勝たせてみせます。よかろう。先方は方針殿、第二弾は加工園、第三弾は倉庫、三つの隊とも兵は一万弱、騎馬は私と加工と。先に進み、先方の攻撃とともに両側から側面を突き崩す。夜明けに攻撃だ。よいな。天下を目指す曹操の命運を決する戦が今始まろうとしていた。